はい、というわけでお待たせしました。大悟です。今日もやっていきたいと思うんですが、で、本日のテーマはですね、忙しい人がやっている時間の作り方ということで、時間の作り方をご紹介します。はい。大体これができると皆さんは週に30時間から40時間程度の余剰時間、自由時間っていうのを手に入れることができます。だからほら、30時間とか40時間をさ、毎週手に入れるって結構すごくて、これだけの時間があれば、それこそ趣味をプロフェッショナル級に極めたりとか、することもできるわけなんですよ。うん。だからやっぱりこう、ビジネスでも何でもそうですよ。特定の業界で成功してる人って他の業界でも成功したりとか、サイドビジネスだったりとか、ちゃんと投資をやったりとか、新しいことを勉強したりとか、いろんなことをしてるじゃないですか。だから時間の使い方っていうのは実は人によってだいぶ能力に差が出まして、でこれができるかどうかで、まあ皆さんのですね、未来というのが決まってくるよというお話です。はい、というわけで今回はその中でも科学的に正しいですね、時間の作り方をですねご紹介していきたいというふうに思います。はい、この先に結論も言っちゃいます。はい、人間ってだいたい週に30時間から40時間の自由時間を無駄にしまくってるんですよ。はい。じゃあなんで無駄になってるかっていうと、これも先に答え言います。答えこちらです。ながらです。はい。ながらをなくせば時間が余るという、ことがいろんな研究から分かっておりまして、これがですね、自由時間を作ったりするために一番必要な行動になってきます。で、これを今日はご紹介したいと思います。はい。今日のですね、一応研究としてはですね、メリーランド大学のですね、ジョン・ロビンソン先生という方がやっている、調査なんですけれども、人間がどういうふうに時間を使ってるのかってことを調べる、大規模な研究をやっておる、というですね、素晴らしい方ですね。実際この調査によると、多くの人は週に60時間から64時間程度ほど働いているというふうに思ってるんですね。アンケートとかを取ってみると。まあ、だから60時間から60時間ぐらい、4時間ぐらいは働いていると。が、実際の労働時間の平均は、なんと週 44.2 時間でした。はい。実際はそんなにちゃんと調べてみると働いてないんですよね。まあ、サボってたりとか、のんびりしたりとか、休憩取ったりとか、いろんな時間があって、そういうのとかを考えると、実は僕らって思ったほど働いてないんですよ。すごくないですか？実際 44.2 時間しか働いてないのに、ほとんどの人が60時間働いてる俺らというふうに思ってるんですよ。要するに、思い込みだけで16時間分余分に働いてるんですね。で、これ換算したら、1日3時間程度の時間を余分に働いてるって僕ら思い込んでるんですよ。で、このせいでさっき言ったみたいに、精神的な余裕がなくなって、で、時間がうまく使えなくなっちゃって、プライベートの時間も、仕事の時間も含めて無駄になっちゃって、で、今いつになってもですね、儲けられるようにならないと。人生が変わらないということなんですよ。ちなみにこれ、いや、でも、中には忙しい人もいるでしょと。もう仕事が生きがいみたいな、ワーカホリックみたいな、そういう人もいるんじゃないですかと。はい。確かにいます。こういう人も。で、実際この調査でも、俺は週に75時間以上働いてると、もう超絶ワーカホリックだわと。もうずっと会社にいるわって思ってる人の、実際の労働時間が 54.9 時間です。だから、まあ、結論から言ってしまうと、人間って大体 44.2 時間から 54.9 時間ぐらいしか働いてないんですよ。どんなに忙しくても。そう。だから自分が思ってるほど実は忙しくないというところをですね、皆さんもう一回思い出してもらいたいなというところです。はい。実際にですね、大体人間っていうのはプライベートの時間も含めると週に30時間から40時間を、無駄に過ごしているそうです。はい。本当はみんな毎週30時間から40時間ぐらいの自由時間っていうのを作ることができるんですよ。で、これを無駄にしちゃってるから忙しくなっちゃってるんじゃないのというふうにですね、博士はロビンソン博士は言っているわけなんですよ。やることが多いっていう感覚ってみんなが持つ感覚だとは思うんですが、そのせいで僕らって自分の人生はあんまりコントロールできてないんじゃないかというふうに感じちゃうんですね。で、こうなるとどうなるかっていうと、やっぱり僕らの能力ってのは低下してしまって、終わるはずのことも終わらないし、人生の満足度も低下しちゃうんですよね。面白いですよね。実際に調査してみると、僕らの仕事っていうのはそんなにない。そしてそんなに働いてないというですね。まあ、まさに矛盾が起きてしまっちゃってるんですよ。じゃあどうすればいいかってことなんですが、時間汚染対策というのが大事です。これ簡単に言うと、やっぱり、もちろんね、忙しい自慢をするだけの人もいれば、まあ、シンプルに、こう、なんだろう、時間を無駄遣いしちゃう、細かい時間とかにダラダラしちゃったりとかして、時間の管理が下手っていうのもあるんですけれども、最新の研究だと時間汚染っていうですね、考え方がありまして、この時間汚染が実は原因で僕らの、心理的な余裕がなくなり、そのせいで仕事が進まなくなって、結果的にはですね、時間が無駄になっちゃってるということなんですね。怖い話ですよね。で、この時間汚染は何かっていうと、簡単に言うと、ながら作業。専門的な言い方をすると、マルチタスクです。はい。要するに、いろんな種類の、まあ、作業とか、いろんな行動をまとめて同時にやろうとする、いわゆるながら作業ですね。あるいは A という仕事をやりながら B もやって C のことも考えるみたいな、そういう風なですね、いろんなことをこう、やってしまうと、僕らの時間っていうのはどんどんなくなっちゃうんですよ。時間が汚染されてっちゃうんですね。だから時間って、不純物が混じっちゃいけないんですよ。だから A をやるときはもう A だけする。ね、もうリラックスするときはリラックスするだけすると。食事するときは食事する。もうテレビ見るときはテレビ見ると。Netflix見るときは Netflix 見ると。うん、休むときは休むと。いうふうにしなくちゃいけないんですよ。実際に例として挙がってるのは、もうバケーション。
もう自分はリラックスしようと思ってバケーションに行ってるのに仕事のメールばっか返しちゃったりだとか、あとはネットフリックス見ながらインスタでね、なんか最新の何かを検索したりとか、あとは勉強しながら音楽聴くとか、そういうのも入るんですけど、そういうことやっちゃうと、やっぱり人間ってどんどん時間の使い方が下手になっていくんですよ。じゃあどうすればいいのかって話なんですけど、まあ、もちろんマルチタスクをやめるってのも入ってくるんですが、今日は一応僕からですね、皆さんにですね、時間汚染を、なくすための方法トップ5ということで、ご紹介していきたいと思います。ロビンソン博士のおすすめをベースにですね、僕はいろいろ追加して紹介していきたいと思います。はい。ではですね、まず、時間を生むための方法ですね。時間汚染対策第5位はこちら、マインドフルネスでございます。はい。マインドフルネスって瞑想とかね、流行りましたけども、今この瞬間に集中するためのトレーニング、これはマインドフルネスでございます。概要欄の方から見れる僕の D ラボの方でも、紹介してますし、それ以外にもですね、MBSR マインドフルネスストレス低減、法みたいな、そういうですね集中力とか注意力のねこのコントロールを、ベースに開発された、まあ、そういうこう瞑想のテクニックがあるんですけど、そういうのとかやってもらっても、結構ですね集中力っていうのは、改善されますし、一個のことに集中できるようになれば、さっき言ったみたいにマルチタスクがなくなってくるので、まあ、当然なんですけれども時間を上手に使えるようになるわけなんですね。というわけで時間を上手に使うためにはマインドフルネスを勉強してみるというのもいいでしょうね。はい。で続いて第4位はこちらです。 To do リストよりも not to do リストを、作るというやつですね。 To do リストってね実は作る意味ほとんどなくて、 To do リストって作っても半分のことは人間って永遠にやらないんですよ。作ったトゥードゥーリストのうちで残ってる半分の半分ぐらいは5分以内に終わることなんですよ。実際トゥードゥーリストって作ったところで4分の1ぐらいしか役に立たないんですね。だからトゥードゥーリストを作るよりもノットトゥードゥーリスト、もうこれはもう二度とやらねえみたいな、俺はもうこれには手つけねえみたいな、そういうノットトゥードゥーリストを作ってあげたらいいわけなんですよ。まあ、例えばじゃあ僕の場合だったら水回りの掃除とか僕基本やらないんですね。で業者さんとか呼んで任せちゃうんですよ。なんでかというと時間かかるし意味がないからみたいな風にノットトゥードゥーリスト作ると、まあ、自分はこれやらなくてもいいからって心理的にすごい余裕が持てるんですよ。だから僕よくリゾート行ったりとか、なんだろう、こう、地方とかから放送したりとかすることありますけど、あれめちゃくちゃ良くて、なんでかっていうと、やっぱりホテルとかリゾートに行くじゃないですか。そうすると、掃除とか食事とか全部自分がやんなくていいからやってくれる人がいるじゃないですか。そうすると、やらなくていいから、急に集中力が上がって、一個のことができて、いろんなアイデアが出たりとかするわけなんですよ。だから、やらないことを決める方が、やることを決めるよりも、実は時間が上手に使えるんですよね。はい。まあ、これもへーって話ですよね。はい。続いて第3位です。第3位はこちら。忙しくないと感じる時間を増やしてください。はい。これは第3位ですね。これ、まあ、簡単に言うと、あれもやろう、これもやろうってマルチタスクになっちゃうのは、まあ、多少はしょうがないです。仕事をしていると。ところが、もうこの時間は何もやんなくていい。何も考えなくていいっていう風に、自分がもう、いやー、暇だわー。やることないわーって感じるような時間を増やすというのが大事なんですね。で、これは心理的な面がすごく大事なんで、例えば今ニートです。仕事ありません。一日中暇です。でも将来的には仕事もつかなくちゃいけないし、まあ、彼女も欲しいし、いやでもゲームをやりたいし、どうしようかな、みたいな風に、なんだろう。頭の中で何かを考えたりとか迷っていたりとかしたら、これはですね忙しい状態に脳はなっちゃってるんですよ。だから本当に今日忙しくないなーとか、この時間は本当に忙しくないよね、暇だよねって感じる時間をぜひ増やしてください。おすすめとしてはこの時間は何もしないって時間を作ったりとか、曜日によっては夜絶対出かけないって時間を作ったりとか、週1とかでも構わないです。できたら週2ぐらい作ってほしいんですけど、何にも予定を入れない時間っていうのは先にブロックしておいてください。でこうすることによって僕らっていうのは、時間の余裕ができて初めて時間を上手に使えるんですよ。だから時間を上手に使う人って15分刻みに腕をバシバシ入れる人ってイメージが僕らありますが、実際はそうじゃなくて暇な時間を多く作れる人が、時間の使い方が上手い人なんですよ。じゃあ次で第2位です。はい。これ改めて、言います。マルチタスクをやめる、これすごい、大事です。でマルチタスクの逆はシングルタスクなんで、これに関しては概要欄の方から、人生変わる心理学学び放題の、D ラボ、の方でもシングルタスクとかマルチタスクをやめるための方法っていうのはまとめてますので、よかったら見てみてください。あとは概要欄の方にもデボラザックさんのですね、本でシングルタスクっていう本がありまして、これも一応、おすすめの本として入れておきますので、よかったらこちらも合わせてチェックしてみてください。はい。というわけで第2位はマルチタスクをやめるでございました。はい。では第1位、ダダン。これがねすごく大事なんですよ。さっきのノットトゥードゥーリストと同じなんですけど、ちょっと考え方が違います。こちらです。はい。時間が一番かかってることをやめてください。はい。でこれはそれをやるべきことやるべきでないこと関係なしに、自分が日常生活で一番時間かかってることを1ヶ月で構わないです、ずっとじゃなくていいです、やめてみてください。これでどれぐらい余裕が生まれるかってことを試してみてください。ちなみに僕これ昔これでゴルフやめたことがあるんですよ。いやゴルフね嫌いじゃないんですよ、楽しかったんだけど、すんごい時間かかるんですよゴルフって。やっぱり朝から早くで、
まあ、昼とか夕方ぐらいまで、早く頑張ってもかかっちゃうんですよ。だから半日今日ぐらいかかっちゃうんで、やめてみたんです、試しに。そしたらすごい時間の余裕が生まれたりとかして、で、やっぱ時間がかかってることをやめるだけで、だいぶですね、心理的な余裕が生まれる、わけなんですよ。だから一時期僕も YouTube やってなかったんですけど、D ラボだけしかやらなかったんですけど、まあ、最近はまた YouTube をやってますけどね。YouTube やめた時、しばらく休んだ時も、やっぱりすごい心理的な余裕がめちゃくちゃ生まれて、頭の働きがクリアになったんですよ。で、今 YouTube やってるんですけど、その代わり他のことやめたんですね。違うこと。だからやっぱり、時間がかかってることを、毎月毎月、お休みにしてみる。あるいはやめてみるってことをやってあげると、急に心理的な余裕が生まれて、時間が上手に使えるようになって、でそれから、やめたことを戻すんです。もう一回やろうと思って。そうするとどうなるかっていうと、集中力上がって、時間の余裕が生まれてるんで、かえって短い時間でできるようになったんですよ。だから僕も YouTube3 ヶ月休んで、やったらどうなったかっていうと、YouTube に対して使う時間の使い方がすごく上手くなったんで、結果的に YouTube また始めて、やめる前よりも YouTube やってるんですけど、でも、やっぱり、なんだろう、余裕を持って YouTube に取り組むことができるようになったんで、そういうメリットもあるわけなんですね。だから時間がかかってることを、まあ、一定期間、1ヶ月とか、試しにやめてみる、なんてのが、一番ですね、効果があるテクニックになります。ぜひですね、チェックしてみてください。はい。まあで、さらにですね、自由な時間と余裕を作りたいのであれば、ぜひですね、概要欄の方から、Dラボで、時間と余裕を増やす14のトゥードゥーという動画ありますので、ぜひ、この動画を見た後、チェックしてみてください。それではまた後ほどお会いしましょう。バイバイ。